アトリエで画家がお客様に作品を示しています。17世紀オランダの芸術家フランス・ファン・ミーリスが1655年から57年頃に描いた画家のアトリエ。弦楽器、英雄の彫像、地球儀などの備品が置かれたアトリエに見えるパレット、キャンバス、雑巾は画家の仕事の物質的な側面を象徴しています。一方、アトリエの暗さと石の天井は当時の絵に描かれた学者の部屋を思わせ、画家の仕事場での活動の知的な側面が強調されているようです。絵の中の画家と美術愛好家も当時のアトリエで行われていたように知的な美術談義に花を咲かせているとも考えられます。本作からは肉体労働者ではなく頭を使った仕事にも携わる存在として評価されることを望んだ当時の画家の気持ちを読み取ることもできるかもしれません。